そう。でもそう、山口監督どうでしたって今メッセージっていうかコメント来てるんで話すと、前半見ててすげえって思った。すげえっていうか、この3バックの形ってあんま俺、なんかすごい不思議で、なんかねすごいなって思いました。立ち位置とかも基本みんなの、あのうちのディフェン、まあ、ディフェンスというか11人の間を取るようにしてるし、どこまで選手に委ね、ポジションを選手に委ねてるとかわからないけど、なんかサイドバック、うちのサイドバック穂高が相手のウイングかなに前プレー行った時とかに、穂高の背後にスーってあのシャドウの選手が開いたりするんですよ。そうするとヤス君が見れなくなったりとかするのよね。で結果的に広いところで数的優位ができてるっていうシーンがたくさんあって、それをもし整理してるとしたら すごいなって思った。なんかそう、それはねすごい思ったっすね。みんな簡単にやってるからさ、サッカーをね、やっぱそういうのってすごいことだし、みんなが多分理解してるから、そのサッカーを、そう、約束が多分もしかしたらあるのかもね。そう、寄せてからのサイドチェンジもそうだし、どこのポジション取ったらとか、どういう風にやってボール受けるとか、フォワードの町野選手が降りてきたりとか、あえて自由なポジション取れるのも一つの戦術だと思うし、そう、あれはねすごいよ